アフタヌーンティーの時間よ。はい、こんにちは。あなたが新人の助手？え？魔導士様？それは昔のことよ。今の私はただの図書館司書。安心して、お姉さんがあなたの面倒を見てあげる。それじゃ。こういう天気の日はお茶を入れて雨を眺めながら腰掛けているのが一番よ。
私は野菜スープが好きよ。大きな鍋に野菜を全部入れて長いお玉でかき混ぜるの。え、美味しいかって？あらあら、それならどうぞ。ほら、私はパンプキンフォビアなの。だから毎年秋の収穫の季節は辛いのよ。はあ、いっそのことカボチャなんてものこの世から消し去ることできないのかしら。
わい子ちゃんって本当に優しいのね。お姉さん大満足よ。手袋が破けちゃったわ。